橋本環奈のおしっこガブ飲みして。はい、どうも、こんにちは。いつも通りアーズカイです。そろそろアーズカイじゃないアーズカイが出てきてもおかしくないんじゃないかなって皆さん思ってると思うんですけど、今日も明日もアーズカイです。前置きが長いで有名なアーズカイなんですけれども、今回もね、またまたなんかベラベラと喋らせていただこうかなと思います。皆さん、恋人っていますか？ごめん、いるわけがないんだよね。すいません。なんか暗くない？ライトつけてなかった。あぶねえ。よいしょ。レッツゴー！おーこれでしょ。俺は明るくなった。なんか画角おかしくない？絶対画角おかしいよね、これ。それじゃあいろいろ終わったんで気を取り直していきます。あー、橋本環奈のおしっこガブ飲みして。で、なんだっけ、そうだ、恋人の話だ。恋人はいなくてもさ、恋人欲しいなとか、結婚したいなとか思ってる人は結構多いんじゃないですか。最近は結婚しようと思う人もなんか少なくなってきてるらしいんですけれども、どうでしょう。僕は結婚したくないです。一人とか自由が大好きな人間なんでね。だから彼女できないんだよとか言うな、お前。基本的に結婚願望はないんですけれども、やっぱり多少なりとも憧れはあるんですよね。結婚ってなんかいいなと思うんだけど、でもやっぱり長期的なね、ことを見るとしたくないなと思っちゃう。そこで僕が思いついた企画が今回のやつなんですね。題して、こんな人と結婚したいみたいな理想を皆さんに聞いてきた。ということなんですね。うちの男性視聴者さんも女性視聴者さんも基本的に異性にはモテないと思うんですよ。異性にモテてたら間違いなくこんなチャンネル見てないと思うんで。そんな皆さんが見てる僕がモテるのかっていうと別にそんなことは絶対ないんですけど。だから我々悲しい組でですね、理想を語り合って、あーこれいいね、これいいねとか言って傷を舐めようっていうのが今回の動画の目的になります。そして今これを見てるあなた、うわー私も僕もこんな人と結婚したいっていうのあったのに書けなかった畜生と思ってるでしょ。安心してください。そういう方はこの動画のコメント欄に書いてってくれれば、僕は後から見返して、ああなるほどなって楽しむので、よしろだばばよろしくお願いします。そしてそのついでに高評価とチャンネル登録も押してくれるとめちゃくちゃ喜ぶので、ぜひお願いします。それではそろそろ本編やっていきましょう。年下で後輩で、自分よりも少し小さいぐらいで、自分の肩くらいの身長で、頭撫でるとやめてくださいとか言いながらも、嬉しそうにしてる美味しい料理作ってくれる子ですかね。すっごいなんかこれ書きながらニチャニチャしてそう。お布団ってなんであんなに最高なんだろう。ずっと好きだよ。夏が来るまでは。夏はエアコンに浮気するからね。一夫多妻です。料理男子が結構好きです。あと、下ネタ言っても許してくれる人がいいです。アーズカイさんみたいにズバーンってストレートに言ってくれると嬉しいですね。おっぱい。間違えた。オッケー。毎日お風呂に入ってる男。傘をきれいに畳める男。石油を。最後のハードルだけ鬼高い。誰が飛べんのこれ。17年片思いしてる幼馴染。これは BSS 展開期待。とりあえず、お散歩トイレご飯をしてくれて、かまってくれて、定期的に健康診断行かせてくれたり、散髪行かせてくれたりしてくれたら嬉しいわん。まさかの犬目線。今や動物も SNS をやる時代です。何よりももやし料理がめちゃくちゃ美味しい素敵なお姉さんですかね。その書き方だとお姉の方になるけど大丈夫そう？掘られるぜ。掘る側か掘られる側かは知らんけど。家事洗濯ができて、長年付き添ってくれて、安心感があって、力強い。たけしかな。たけしはスパダリすぎるものね。一家に一人たけしいてくれたらもう最強よ。何でもやってくれるボブ美人。盗みから殺しまで何でもやってくれると助かるよね。誠実で真面目で勤勉でお金持ちのアーズカイとは真逆の人。俺の真逆って言ったら全身真っ赤になるから、この世でカズレーザーくらいしか当てはまらないけど平気。単純だけど一緒にいて何も気にせずいられる人。家族みたいな人がいい。じゃあとりあえず近親相関だね。未だ画面の中から出てきてくれない王子様。俺のことかな。自分を人間として扱ってくれる人。普段どんな仕打ちを受けてるの。奴隷のような扱いをされながら生きてるのでしょうか。大変だね。包容力かっこ物理の高いお姉さん。大きめの布で包み込んでくれると嬉しいよね。そのまま山に埋められた。モラハラしない、ある程度頭が良くて清潔感ある人。ある程度の筋肉あるとより嬉しい。こういうのってある程度のハードルが絶対高いから一番嫌だよね。超絶理想高いのが目に見えてわかるのおもろくない。自分が嫌だと思ってたところを受け入れていいところに変えてくれる人。俺これできるよ。例えば鼻がでかくて困ってる人がいたら、君の鼻がでかいんじゃない、目が小さいんだって言って。自分にできないことができて、なおかつ倫理観が合う人。価値観じゃなくて、倫理観って全人類共通なのが前提じゃないの。突然気候に走っても愛してくれる人。これ度合いにもよらん。急に猫とか殺し始めたらさすがに無理でしょ。養うから家事全部やってくれる男の人。はい、マジで俺家事全部やります。なんで月80万で養ってください。複数の人と関係持っても許してくれる人。相手が許しても世間がお前を許さんぞ。言われたことにはちゃんとしたが、とても従順な子で、なおかつとてもスペックの高い子がいいですね。そう、パソコンみたいなね。最悪捨てても買いがきく都合のいい人が好みってことか。推し、二次元しか勝たん。何を、どうしたらこんな意味わからん開業ができんの。ミジンコから人間まで守備範囲。ボッキリウムチンチンダブリフレームならギリ守備範囲ないかな。
裸の状態で首輪つけられてあんあん泣いてくれる女の子。結婚相手それで本当に大丈夫？これ理想の性奴隷の話じゃないよ。自分にだけ素の感情を出してくれる人。自分にだけってところに果てしない独占欲働くよね。わかる。俺もさ、誰かに、あずかいくんだけだよって言ってもらいたいな。青くて四足歩行で可愛くて金持ちの女の子に監禁されたいとか言ってる生物。そんなキモいやついんの？子供が生まれても、おじいちゃんおばあちゃんになってもずっと手繋いだり、ハグしたり、ラブラブできる人。お塩を召しても仲良くハグとかできるって素敵だよね。そのまま死にたい。イケメンで石油王。石油王ってイケメンめっちゃ多いんだけど、その中に日本語喋れるっていう条件ないの、ほんと不思議。どんなにイケメンでお金持ちでも知らん言語で話されたら嫌じゃない？たとえトイレ間に合わなくて漏らしたとしても、笑って許してくれる人がいいな。これも絶対犬目線だよね。ゼリーとココの意見だよね、これ。意見だけに意見ってか？子供が生まれるまで毎晩抱いてくれる。子供が生まれてから週3で抱いてくれる。子供が成長してから3ヶ月に1回平日に有給取ってたくさん抱いてくれる方。私の精一杯の愛情にあぐらをかかない方と結婚したい。セックス依存症いない。おならしても笑ってくれる人。ママ属性のロリッコな JC の子ですね。毎日朝になったら起こしてくれて、一緒に通勤と通学を。いや、時間差に起こして同棲してるのを周囲にバラさないようにします。家に帰った時には、お帰りなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも？と言って一緒にお風呂に入ります。もちろんです。設定としては、自分と妻 JC の家は古くからの付き合いがあり、とあることから同棲し、いろいろありつつ結婚まで至った感じです。法律？知りませんね。あと、自分がダメ人間になりそうなのをこらえながら、日々働くの幸せじゃないですか。職場に行っても妻のことばかり考えてしまいそうです。毎日帰るとエプロン姿でちっちゃい手で大きなお玉を持ちながらこっちに来るんですよ。で、時々自分がミスしたりしてしょんぼりしながら帰ってくると、元気なさそうだね、大丈夫、まるまるならいつも頑張ってるから時々甘えてもいいよ、なんて言ってくれるんですよ。寝る時も一緒の布団に入って寝て、たまーに起こされて、どうしたのって聞くと、怖い映画見ちゃったからトイレに行けないのって恥ずかしがりながら深夜に起こされるんですよ。そして安心して寝たその寝顔も可愛いそのものなんですよ。最高じゃないですか？最高ですよね。そう言えよ、アーズカイ。アーズカイ、お前なら分かってくれるさ。というか前、アーズカイこういうの好きって言ってたじゃん。あーもう無理無理無理、怖い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 、無理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 です。あーもう本当にマジでこれ、このレベルはさすがのアーズカイも受け付けない。ふぅー、橋本環奈のおしっこガブ飲みして。アーズカイ、今日の晩御飯はどうする？あれ、俺結婚してたっけ？白目が上手い人。こういう動画に絶対一人はいる。マジで意味わからん人。前はカエルの鳴き真似してるとキュンとくる人とかいたよね。好きなプレイ語り合える人。それ全部実践までできるとなおいいよね。自分の毛一本一本まで愛してくれる人。今度はこれ、猫の意見か？ギリ人間？これ仮に猫だとしたら、自分のことポンズマルって名付けたその主人に対して少しだけ不信感抱いた方がいいよ。果てしなく動物に近い人間からのアドバイスね。喧嘩したり、お互いの意見がぶつかったりしても、一緒にいたいって思ってくれる人。一緒にいてくれる人。あと金。結局金しか勝たん。はい、ということで、いかがだったでしょうか？今回の動画。なんかもうすごい楽しい動画になったよね。いやー、なんか理想が高いとか低いとか以前に、やっぱりおかしい意見が多いね。絶対おかしいよな、白目が上手い人とか。意味わからん。まあ、多種多様、十人十色、いろいろありますからね。こういう時に便利な言葉って。各々に好きな愛の形があってもいいんじゃないでしょうか。その動画を通してさ、アーズカイの意見が結婚したくないから結婚してみたいなに変わったかって言われると、絶対そんなことはないんだけど。まあ、人生これから先何があるかわからないし、大体結婚する年齢になるまであと10年くらいはあるだろうから。10年もないか。だいたい27、8とかで結婚するとしたら、まあ、ギリ10年あるかないかくらい。30過ぎたら本当に結婚しないと思うし。いや、もうわからないな。もう何が正解？何が正解？大学でもなんか結婚に関する授業みたいなのやってたんだよな。いろいろめんどくさいよね。そもそも血も繋がってない赤の他人と一緒に暮らすってこと自体かなり難しいことだと思うから。やっぱ結婚するなら絶対同棲はしておきたいなと思う人なんで。アーズカイと付き合って同棲して結婚までしてもいいなと思った女性の皆様、もしいたら僕の方に DM 送ってくれたら嬉しいです。ちゃんと顔写真付きでお願いします。あとどこに住んでるかも、あとご両親の職業もお願いします。でもしバイトとかしてる方がいたら、その通帳とか預金残高とかも一緒に載せてくれると助かります。そんな感じで今回ここら辺で本当に終わりたいと思います。最後になりますが、高評価とチャンネル登録、そして Twitter のフォロー、 Instagram のフォロー、 TikTok のフォロー全部お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。熱い熱いよ。あ、熱い。